はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビッシュです。今回はギレンの野望ジオン独立戦争期連邦軍編、まだ見れていないムービー31番と34番を見ようということで、続きをプレイしていきたいと思います。31番34番見るための条件がですね、エルラン中将の中設置81以上かつ、ホワイトベース隊が解散済みもしくは全滅済みということで、いずれの条件も満たしました。なのでこの状態でいよいよですね、残っているムービーを見るためにオデッサ作戦を発動していきたいというふうに思います。では早速そこから始めていきましょう。進行ルートを表示します。オデッサ攻略にはですね、大部隊を送って一気に包囲殲滅を行っていきたいと思います。まあ、具体的にはですね、ベルファスト、北京、マドラス、合計3つの基地から5つの軍を送っていきたいというふうに思います。でホワイトベース隊すでに全滅解散済みなので、まあアムロやブライト、セーラさんなんかは各軍団へと割り振ってあります。ちなみにアムロ、セーラさんはベルファストに入っているレベル将軍の配下にいますので、この後ですねオデッサに向かってもらいたいと思います。ではまず最初に北京からですね、部隊を一つ送りましょう。これがですね4ターンかかりますので、4ターン後に全部隊が同時に突入できるようにコントロールしていきましょう。では時間を進めていきます。我が軍はこれよりオデッサ攻略作戦を開始する。ジオンの生命線オデッサを制圧することができれば、地上の戦局は我が軍に大きく傾くはずだ。諸君らの健闘に期待する。では5つの部隊が同時にオデッサに到着しましたので、一斉に包囲殲滅戦へと入っていきたいと思います。オデッサに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。先ほどお話した通りですね、レベル将軍のところにはアムロに、セーラさん、まあ、さらにはですねエルラン中将なんかもいますので、まあ、これらを使ってですね、ここは一気にこの1ターンでね、攻略完了するぐらいの勢いを持って攻略戦を開始します。進んでいきたいと思います。では攻略戦の開始です。策略を実行します。敵が策略を実行しました。では各部隊ですね、もうここは間髪を入れずにですね進んでいきたいと思います。報告します。黒い3連星と思われる部隊の襲撃によって、そうか、ホワイトベース隊が解散しているので、3連星が生きてますね。ちなみにランバラルも生きてますね。ちょっと今ダメージ受けましたが、これでちょっと戦力が戦わずして落ちてしまいましたね。ギレン総帥がいる。こんなところにギレン総帥がいるのか。ギレン総帥はここでじゃあ打ち取らせてもらいましょう。では本格的に最前線へと部隊を進軍させていきます。では本格的に基地中心部に向けて進軍を開始しました。ここはギレン総帥を早速撃沈撃破しましたね。ではさらに進軍を続けていきます。3連星の襲撃で、まあ、一部戦力を失ったものの、戦力でいうと、ジオンの約 1.5 倍から2倍近い戦力を用意できていますので、まあ、集中攻撃を持ってですね、ここは進軍を続けているというところです。
一気に基地中心部近くまでね、もうすでに入り込んでいる部隊もいるので、まあ、アムロなんかを中心にですね、積極的な攻勢を仕掛けていきたいと思います。ただ、エネルギーに関してはですね、補給線が基地中心部まで、まあ、あまりつながっていないところが多いので、まあ、しっかり回復を取りながらですね、進んでいければいいのかなと思います。将軍、たった今オデッサに潜入させたスパイから報告がありました。やはりジオンはオデッサに核ミサイルを保有しているようですな。そうか、核の話があるんですね。核か、ジオンも必死だな。至急対策を講じなくてはならんな。こっからムービーの31番が見れるのかな、はい、スパイからの情報で核ミサイルの大まかな配備場所は分かります。工作部隊を潜入させてみてはいかがでしょうか。ムービー31番を出す条件は満たしていると思うんですが、まだ今のところなんかそのムービーらしくなるはないですね。ちょっとここはムービーをちゃんと見れるかどうか確認しながら進んでいきたいと思います。いや、残念ですね。ヤさんはプロトタイプガンダムになってるので、この後ね、より上位の機体へと乗り換えてもいいかなっていう、まあ、それくらいの強いキャラですね。さては一気に基地中心部に部隊が迫りつつあります。本当にこのままうまくいけばですね、この敵のオデッサの大部隊を1ターンで殲滅できるかもしれないですね。気になるのがムービーの31番がまだ見れていないというところでしょうか。中心部こじ開けましたね。被害も、まあ、そんなに大きな被害、まあ、ガンダムやプロトタイプガンダム、ガンキャノンとかね、まあ、高コスト機がやられたっていうところもないので、まあ、本当にここまで順調に来てるので、目的であるムービーの31番と34番、何としても見たいですよね。では、残っている敵の部隊を殲滅していきましょう。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。完全に我が軍の勝利です。部隊数の多さで圧倒できたのかなと思います。
ただムービーの31番が見れてないのがちょっと気になりますね。オデッサの戦いは終わった。これも見たことがあるムービーだと思うので、もちろんこれで全てが終わるわけではない。なんだろう、31番が見れなかったな。この一戦の勝敗が今時対戦において31番はエルラン中将の中性値が80以上とホワイトベース隊が解散もしくは全滅っていうのが条件だったと思うので、条件は全部満たしていると思うんですけどね。なんだろう、美しい夕日ですが、ちょっともしご存知の方いたら、31番の条件なんか足りてなさそうなのあればコメントなり、ツイッターの方でも、まあ、X かな、はい、X の方でもいいので、ジオン地上軍の教えていただければ嬉しいなと思います。ソロモンを落とすには万全を期さねばな。焦ることはありません。待ちましょう、攻勢の時を。報告します。オデッサを失ったジオンの残存戦力がアフリカ大陸に集結しつつあるようです。敵が体制を整える前に総統戦を行うべきではないでしょうか。キリマンジャロ基地の攻略を提案します。そうですね、もうキリマンジャロ攻略戦の提案が来てしまっているので、ムービーの31番は多分見れてないと思います、ね、作戦本部より破壊攻はい、ではちょっと残念ですが、せめて34番だけでも見たいと思うので、当初の目的は31番を供与いたします。見れていませんけども、34番が見れるかどうかという意味でちょっとこのまま続けていきたいかなと思います。報告書が届いています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですねその様子をプレイしていきたいと思います。31番見れなかったのかな。